ご会長チャンネルの時間です。皆さん、いかがお過ごしですか。私は今、仙台市の一番町観音堂に来ています。いやー、石川さん、今日は何の日ですか。ご会長です。ご会長日なんですか、今日は。昨日が18で、今日が19って。なんか今月、やけにご会長日多いですけど、まあ、月2回でしたよね。まだコロナが止まってないっていう感じも。つまり御開帳日を増やせばコロナが止まる可能性が高まるということですか。止まんなかったですから、回ってもらって、なるほどね。なんかアメリカではもうガンガンワクチン打ってるみたいですけど日本はやっぱりこう精神力で我慢、お祈りとか、なんかその辺、もしかして石川さん、その辺狙ってますね。もう日本という国のこの体質を鮮やかに切り取るために、この御開帳という行為を繰り返していると。これはまさに現代アートじゃないですか。そうです、ということでね、アメリカではもうとんでもないお金をね、投入してワクチン開発できようかできまいが、もう買うみたいな感じでワクチン開発をした結果ね、今なんかもう半分以上の人が1回以上打ってるんですよね。このね、なんていうのかな、例えば日本だとさ、なんでマスクしないんだとかね、なんかこう一人一人の責任に還元されがちですけど、結局そのコロナの状況を放置している、政府の責任だというふうな考え方で、ワクチンを早期に打つ、社会の側を変えていく、そういうね、対応なのかなと、いろいろあると思うんですけど、なんかもしかしてこれってね、いろんなことに通じそうですね。別にアメリカがすごいつってんじゃなくて、もうちょいかかりそうだな、また。まあでもね、なんか問題があるときこそね、いろんなチャンスがあるということも言われてますので、この御開帳もね、そういった、何かを鮮やかに切り取って、人々が今まで見えなかったものを見えるようにしてくれてる、そんな営みのような気がします。じゃあ今日なんか話題は、今日の話題は、高野山で仏像とか言って、高野山の仏像出てきました。工房大師が掘ってきていくと、工房大師の時代もね、いろんな疫病とかあったんでしょうしね。それご本人が掘ったの？そう、彫刻家だったの？船で掘った。あ、本当に何でもできる人だったってこと？そう、すごいね。だってさ、修行してきて、で仏教を広めて、で彫刻とかで字も上手かったんでしょ。何でもできる人ってこと？そう。いやー、なんかさ、じゃあさ、そんなにいろいろできない我々はダメ人間なの？そこじゃないみたいな気がしちゃうんですけど、なんかさ、あまりにできることを褒めるとさ、なんかできないのがダメなのかよって気がするんだけど、その辺どうなんですか、石川さん的には。その辺はどうなんでしょう。なんかさ、できるっていうことにちょっと価値置かれすぎてない？できないことの価値ってあるんじゃないですかね。僕ね、今ね、52歳なんですけど、もうできないことだらけになってきてるんですよ。最初からできなかったらまだしもさ、なんかもう最初できてたのにできないことがどんどん増えてるんですけど、それってさ、ダメなことなんですか？そうではないって本当？多分そう。さすが石川さんだ。僕ね、なんかね、もうやんなくていいよって言われてんじゃないかなと、最近そういうふうに思うようになってるんですよ。で、ただね、その一方でね、なんかちょっとこうワイン飲みすぎちゃったりとかね、なんかこうだらけてんのかっていう気もするんですが、まあ、これはいいですかね。石川さん、家で何してるんですか？のんびり。のんびり、ワイン飲んだり。のんびり。ああ、漫画読んだり。漫画も。あと、占いの本読んだり。ということでね、やっぱりさ、
ゆっくり暮らしてさ、できないことを謳歌する。これでいいんじゃないですか。ダメ、まあ、できることは工房大臣に任せて。うん。病気はもう、うん。うん。病気。うん。病気もさ、みんな家でゆっくりしてればこんなに感染しないんじゃない。ね、ということで、実は家でゆっくりすることこそが、このコロナにとって重要な対策なのかもしれない。そんなことをね、今日石川さんは言いたかったの？そう。ということで、皆さんまたお会いしましょう。さよなら。